あ、あーさん、ボラが一メいる時の釣り方教えてください。ボラ一うーん、状況いっぱいあるな。海だったら、あんまり期待しないで違う場所行った方がいい気がしますね。で、河口だったら、なんかね、潮が緩んだタイミングと、まあ、ササが緩んで味に変わったタイミングなんかで、ボラが動き出した瞬間、結構鈴木の杭が立つんで、ボラの下に結構鈴木います。 で、やってて、ボートなんかだとひたすらバイブレーション弾いてるとボラ、ボラにガンがガン当たってる中で鈴木がゴンってくるときは結構あるけど、かっぱりだとちょっと再現性乏しいんで、でもなんかボラ側、スッと静かになったり、やたら跳ね出したりっていう、なんか変化、ボラが動き出すタイミングで食ってくるとき多いかなって気がしますね。